とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は無限ダイナモを使って、デイリー3をクリアしていきたいと思います。装備はまだちょっと中途半端なんだけども、それで行きます。武器はフロストサイスの補助型です。流れ込む魂で HP を吸収するやつね。で、防具は旧兵です。黄金がね、マルチロールで結構微妙なんだけども、まあこれ、臆病がついてます。で、爆縮だね。これも微妙。黄金が、リフレッシュ。これリフレッシュじゃなくて、連鎖反応の方が良かったんだけどね。まあとりあえずこれでいきましょう。アーティファクトは、羽、エリクサーのカバン、ドラ、です。それでは行きましょうか。プレイヤー速度が 20% 増加して、100% がスケルトンに置き換わる。あ、なんか簡単そうだな。まあ、一応デイリー3ですね。で、衝撃をつけてる。はいはいはい。まあ、とりあえず、あー、でもそうか。矢がね、これそうだ。20本しかないんだ。だからまあ、途中途中、まあ、増殖をしながら、いけるのであれば行きましょうかね。オッケー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 。あ、軽くワンパンいける。あ、やっぱりマルチロールあるっていうのは一つの強みだよな。あ、で棒いけるか。あ、棒も倒せる。倒せる。あ、オッケーオッケー。はいはいはい。矢が出たんで、ちょっとソウル貯めて、ちょっと待ってよ。なんか雑魚っぽいの、こいつでいいか。ここら辺を倒して、ちょっとソウルを貯めますね。オッケーオッケー、いい感じ。で、増殖しまーす。オッケー、272本。まあまあ、これだけあれば、十分でしょう。で、パワーポーション使わずに、倒せてたんで大丈夫ですね。あ、ああ、やっぱね、変更にも強いっていうのは、強みだよね。オッケー。あ、もう全然余裕じゃん。オッケー。で、キャプテンは、あ、ちょっと待って、ある程度叩いてあげないと、ワンパンいけないんだよね。いけるか？あー、ダメだ！キャプテン倒すときはどうしてもね、ダイナモ切れるんだよな。まあ、そういう仕様かな。うん。まあまあ、でも、うんうん、ダイナモは溜まりやすい。マルチロールで一気に4溜まるので、オッケーオッケー。あー、ちょっと待って。やっぱり、20溜めないと倒せないわ。20溜めないとちょっと倒せんか。オッケー、20溜まった。んでもって、キャプテンは、まあまあまあ、とりあえず先行きましょうか。とりあえず、脅威は1ついてます。できればパワーポーションをね、飲んでいきたい。オッケー。いや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 、やっぱこれ気持ちいいよね。こんなガシガシ倒していけるって。オッケー。でもやっぱ一番強かったのは、普通のやつのダイナモンとかね。あれはひどかった。普通のやつの、あの速度で連射して打っていけるっていうのが、マジで強かったもんな。オッケー、あー、こっち、やるの忘れてる。まあ、楽勝っすね。特に、問題なく、クリアできると思います。まあ、問題はキャプテンか。あー！ H、あ、まあ、そうか。HP 減ったら、オッケー。すぐに、パワー、ポーション持っていった。リフレッシュがついてるので、フレッシュで回復していける。 OK。 やっぱ一応ね、この臆病でだいぶダメージ稼いでるところもあるので、 HP はマックスをしとかないとね。 OK、 めちゃくちゃいい感じ。楽勝すぎる。ああ、やっぱまずは、よし、この弓をゲットしたらいいね。うん、初めてスタートする人も。
ダイナモがついてる爆発系。最高だわ。めちゃくちゃ強い。OK。健康にね、左右されないっていうのが、あー、ちょっと待って、こいつ倒せん。パワーポーション取らないと無理だね。なんだ、あ、いやいや、別に普通の防護とか何もついてないやつだったけども、ただただ HP が高かった。さすがにね、4000万とか与えれば倒せるはずなんだけどね。もう終盤に差し掛かったんだけども、キャプテンが全然いない。もうちょっとキャプテンいないんか。できれば新規を3取りたいとこだけども、ここいないこともあるんだよね。あ、いや、いそう。あ、エボーカーか。さすがにエボーカーを倒すときには無理か。ダイナモ切れるわ。あぶねえ。 OK、 あぶねえ。まあ、ダイナモを貯めていきましょう。貯めて、まあ、こんだけありゃいいかな。おっしゃ、あぶねえ。ネームのとキャプテンはちょっとダイナモ切れるっぽいね、どうしても。あい、いないんかい。いなかった。ということで、ボスを倒して終わりましょうか。ドラの、あ、オッケー。あ、でもダイナモは切れたね。仕方ない。行きましょう。よし、おお、棒はさすがに勝てえな。よし、棒を買った。よし、OK。まあ、とりあえず、全然余裕だね。むちゃくちゃ余裕になった。この装備ができて。まあ、ただ、キャプテンと、ネームドのやつ、そいつらを戦うときには、ダイナモが切れるので、まあ、その後にダイナモを貯め直す必要はあるんですけどね。まあ、全然余裕です。はい、それでは戻ってきました。防具は、あ、これもういいと思う。うん、マルチロールが意外とダイナモを貯め直すのに役に立って、これはいいですね。マルチロール3使える。ただその爆縮のリフレッシュ悪くはないのよ。うん、ポーションバリア使った時に復帰が早いので一応ありだけども、やっぱりそこを連鎖反応、うん、できれば連鎖反応がいいかな。でドラ使わなかった。ドラ使わん。なので、このドラを何かに変えてもいいんだよね。そうね、愛のメダルとか、多分、花火とかじゃダメなのよね。おそらく、ダイナモが切れることになるので、そうね、もう一つの枠を何にするか。まあ、種とかでも面白いかもしんないですね。うん、あ、まあ、そうか。影の断片を入れて、もしもの時に影化して逃げれるようにしてたもん。いいな。はい。まあまあ、またね、こんな感じでやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。